あ昨日大阪マラソンえ頑張ろうな大阪マラソン <laughs> こんばんは本当に嬉しいアンジもう演技好きやからさ嬉しかったです携わることができて。 えそうやな、今日神戸マラソンやったらしいえら1 0ロ走ったんえらっこんにちはなんかね髪の毛ねそうウルフレイヤーにしたらね褒めてくれる人が多くて嬉しいんです <laughs> うーん そうやんなマラソンの時は絶対すごいよなうんえなほんまにえ嬉しい良よかった切ってウルフレイヤー えどうしよう髪型のさレパートリーないねんな今日の前髪可愛いいつもと一緒やねんけどなえほんまに昨日のアーカイブ嬉しい ごきげんようそうメイクさんにね相談しようとは思ってるんですけど迷うよね <laughs> ごきげんようなんかさ今のおろしのレイヤーが好きすぎて。 そう。あ本当によかったあ最善めっちゃ近いもんな最善ってうん,なんか今日めっちゃ目しぼしぼする。 めっちゃ緊張しましまたなんかもうそう噛んだらあかんやんっていう <laughs> そう今日のねそう司会させていただいたのが噛んだらあかんやんほんまにめっちゃ怖かった <laughs> でも聞き取りやすいように喋るように頑張りました 分からへんなんか危うかったところがいくつかあった気がする漢字はふるいましたちゃんと途中でえ <laughs> 英語ね昔からなんよな。 ちょっと頑張って言わへんようにしてたってだけでそうとっさにね喋ってたらね返事を英語でとか喋っちゃうんですそう楽屋でね結構お話しさせていただいたんですけどその出演されてた方とめっちゃ楽しかった げんミーとかって <laughs> そう昔からなんよなかったですなかったです今日初めてで写真も皆さんで撮り。 流ちょうって意味「嫉妬」ねんえな英語「ナチュラル」に出てくるならええよないいよな嫉妬ねんけどパッと「なやったっけ?」って一瞬思っただけでうわー見てないわ申し訳ないこんばんはい <laughs> そうやんなそう初対面ですごい話してくださって すごい喋りやすい方でめっちゃ目しぼしぼする <laughs> 今回公演早いよなって昨日昨日そう昨日公演やって明日なくてあさってやもんなもう大変や やろうなそう「アフターレインんそう」っていう曲を公演でさせていただくんですけれどもその曲であ,のあっち向いてすするんでだ <laughs> からあの最後のポーズに近い場所の方たちはちょっと身構えといてほしいあっち向いて保養するから。 え思ったえアンジュもさ DMM アーカイブ見てさ思ってんけど昨日の公演めっちゃ映っててうれしかったねあさって公演えもう当楽出てるんあさっての。 ーラが出とんかなでも3日前出てるんかあ昨日から出てるんかふあじゃあ来てくださる方お待ちしてますねえ思ったうれしかった M 公演えー、来てほしいなんか本当にちょっと来てほしい <laughs> ユニット見てほしくてはるかさんとのユニットを、うん、こんばんは27あ次杉が27なんか。 昨日はひるやりともえっ思ったありがとう2回来てくれてああ確かにな玲子さんポ時やったからかなユニットよかった嬉しい何回見ても絶対楽しいえっ、ー、夜な夜なって <laughs> なそう私ねあの曲 そうサビの部分ねハモってるんですけど高すぎて <laughs> 音が「M 公演」絶対必ずえー、待ってる来てな <laughs> いや好きなよ絶対ってうんごきげんようこんばんは。 ユニットのためだけに <laughs>、はい、実況ではるかさんと踊りの雰囲気似てるみたいなこと言っててそれ実感してうおーってなったあーあやっぱ似てるあんずとはるかさんって踊り嬉しいねそう上パートなんですけどめっちゃめっちゃ高いねほんまに高くて <laughs> そう高いんですあれ ねえうーんねうんええ優みさんが嬉しいそうめっちゃね高いよなでもなんかさ初めはやっぱり普通のキーあのはるかさんが歌ってるキーでそう覚えてたからさ まさかの上ハモが歌う方になるとは思わずやったからさそれから上パートずっと練習してんねんけどなんかそれしか歌えへんくなってきた逆に。<laughs> 新体操の頃もバレエやってました。基本的な動きやから なんかたまに毎週1回バレエのレッスンみたいなあった日もありましたんねえほんまにうれしいええっ、ー、初握手楽しかったから20待ってます23日 <laughs> お話し会待ってます えやんなはるかさんの好きなお寿司え思ってびっくりしてんけど当たりましたよ私 <laughs> そうオレンジやからと思って言ったらその理由ではなかったけど当たってました嬉しい <laughs> あほんまにな最初釣られててんけどなんか大丈夫になりましたねえ相方ちょっと探してます私 あら明日さくちゃん初日なんや頑張って初日緊張すると思うけどうん本当に嬉しい握手会からお話会来てくれる、うん、ねえほんまに嬉しい <laughs> まあありがとうございます大役を務めて嬉しい ダンスやってる人でバレエ経験者あー確かに多いかもアンジュちゃんの好きなお寿司は炙りチーズサーモン <laughs> 好き <laughs> そうアンジュアブリチーズサーモン好きハートエレキえ嬉しいアンジュリーナねアンジュリーナ 大学生になったら絶対 M 公演入りますえ待ってるーえ待ってるーえー、待ってますー <laughs> 話し会全員えー、そうやんなよろしく言うてもうちょいやもんなこんばんはってさくちゃん来たさ、<laughs> 結局サーモンマジマのさくちゃんは好きやけどあのサーモン好きええー そうなそう炙りチーズサーモン好きやねんな炙り系好きねえー、アンジュちゃんとのお話し会楽しいかもっといろんな人に良さ伝わってほしいなと思いますってえめっちゃ嬉しいこと言うてくれんねんけどええー、ありがとうふふ <laughs> M 公演が、えー、待ってる待ってるアンジュちゃん何気にラ何ラーメン好きえあのさ 神戸この前ね神戸に行った時にあのー、ラーメン食べたんですそうお母さんがおすすめしてたラーメンの店なんですけど「そうここずっと行きたかってってお母さんが言っててついて行ったそうめっちゃ美味しかったんそこのラーメン屋さんそうもう消えちゃってんけどストーリーにあげたんです私何だっけ鳥バイじゃん？ 鶏バイジャンみたいな名前のラーメンの種類あっとんかなめっちゃおいしかったほんまに美味しかったうんあそれは鶏パイタンやそう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 鶏パイタンめっちゃ美味しかったそうそうそうそれそれそれめっちゃ美味しかった ほんまに美味しかった <laughs> あれねなんかチャーハンをそのラーメンのお汁と一緒に食べたらめっちゃ美味しかった <laughs> やってみてそう,そうだからあそこにもしあそこの神戸の店に行く方がいるなら。 チャーハンも頼んで単品で食べるよりかはスープと一緒に食べたら美味しかったあと神戸のねそのエビラーメンっていうそうあの黄色い屋根のね昔のインスタをあのさかのぼってもらったらあるんですけれどもそこのラーメン屋さんも美味しかった思ったわ今思ったら結構ラーメン好きやなと思って。 ちなみに今日の夜のごはんもラーメンでしたほんまにおしい行ってみてえっとなエビ…エビなんやったっけな名前ねでもめっちゃ女性向けやねんなんかね黒ゴムとかも置いてんねんそう多分スープにあの髪の毛がつかないようにっていう心遣いでか 黒ゴムとかピンも置いてたはずびっくりしてここまで考えてくれるお店あるってあそこは行ってほしいなかそうめっちゃ駅と近かったはずでも全部神戸やな申し訳ない大阪も発掘したいねんけどうんそうよかったあそこ。 ラーメン好きあそうトレビアンやそう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 よう教えてくれたありがとうえほんまにそう神戸も好きやし最近思うのは京都も大好きです <laughs> 京都もめっちゃ好きえ見てくれましたインスタのリール <laughs> どうやった あののインスタのリール最近ねあの、お母さんと京都に行ったんですその時に撮ったリールどうでした <laughs> そう見てくれたね、そう,そうよかった 嬉しいそう、京都に行った時のねインス、そう、リールを作ったんです。で、インスタに投稿してるので、見てみて。<laughs> そう。結構行ったんです、あの日。3か所ぐらい。そう、1か所目が、京バームのお店。最近できたお店なんですけど、そう、そこに行ったのと、 2個目がずっとね行きたかった梅シロップを作るお店に行ってきましたそうなかなかね予約が取れなくてお母さんがめっちゃ待機してくれて時間そうあれはそう行ってみてほしいめっちゃ楽しかったそうそうちょウやちょウやちょウや めっちゃにそう全然弱いことあれなくてあんちゃ食べる <laughs> ほんまにそうめっちゃ美味しかった、うん、梅のねジュースめっちゃ美味しかった緑茶割りの梅ほんまに美味しかったなんかね自分でいろんな種類のそう自分で作るんです梅シロップをなんかシロップも自分の 好みのやつを選んだり梅も一つ一つ試食をさせてもらいいのそう、自分でこれと声が合いそうっていうのを合わせてシロップを作るっていうめっちゃ楽しかったあんじああいうの大好きやねんほんまに大好き自分で好きなものを組み合わせて作っていくの楽しかった うん行ってみてほしいいろんなところにし <laughs> 好きすぎていろんなところに行くのが是非とも行ってみてほしいクロッフルやっけクロッフルも美味しかった近くにあったんですそれこそお店だから行ってみてもし行く機会があれば本当に楽しかったそう京都に そう好きやねん <laughs> 旅行好きめっちゃえめっちゃ好きめっちゃ好きやねん旅行ほんまに好きアリール天才え嬉しいちょっとね作ろうって思った時じゃないと作れないんです <laughs> そうおすすめですインスタに載せてるものはおすすめです行ってみてほしい いや、一人はね多分旅できひんと思うからちょっと誰かで一緒に行ってくれるなら全然どこにでも行けます多分何十ふっかる?」って言うんかな最近の言葉でぽいえう、ー、れしい えーすごい一人旅できるのすごいなうーん全然やろうと思えばできんねんけどやっぱふっかるやと思うでもねちょっとほんとにふっかるすぎてあのー、やらかしたこともあるアンジェちゃんとママお母さんどっちが提案するお母さんがねめっちゃね提案してくれるんです。 そう TikTok で見つけたお店を「えここ行きたい」っていうのをそう送ってくれて <laughs> え「えここ行きたい」って言ってそう韓国も行きたいそう,そうフッカルで言うとねあのー、私全然その美咲が美咲がね「ハリー・ポッター」の舞台を見に行きたいって言ってて。 で私も見に行きたかったからあの見に行くって言ってチケット取ったんです <laughs> そう美咲のお母様がチケットを取ってくださり美咲が「行きたい」って言っててアンジも行きたかったから「まあ、東京やけど行くか」と思って <laughs>「そう行きたい」って言って取ったのに行けなくなったんですそれ。 そうほんまに <laughs> ほんまにってあれやけどそうなんか舞台のチケットってさ結構だいぶ前から取るものが多くてなんかその日のスケジュールが空いてるかどうかも分からずに一か八かのもので取るものが多いんです。そうでかけて取ったんです東京でやってた「ハリー・ポッター」の舞台を。 そしたらねあのー「トゥインクルの」あのもともと延期になったじゃないですか予定してた日程の3日前ぐらいだったんですその「ハリー・ポッター」の舞台が。でプラス私はあのー、ナビゲーションで池袋にいたんです。かあとそう 池袋のナビゲーションの舞台がそう2日か3日そうあったらいや行かれへんねんけどどっちにしても <laughs> ほんまに惜しいんですそうしかもそれプラスあのコンサートのリハも一緒にあったんですだからもう行けなくて <laughs> そう美咲には申し訳ないんですけど。 か結局行けずチケットも取ったのに流れちゃいましただからほんまにもうほんまになほんまになもうほんまにそうやねんな <laughs> 行きたかってんけどその日の行けなかったねチケットがさ違う日に帰れるとかやったらいいねんけど帰られへんからさ 確かにあの時期スケジュールやばかった行きたかったなーってうーんもういまだに残ってますもん行きたかったっていうえ待ってアンジ15分経ちました私 <laughs> え十15分経ったってやつ出ましたなあタイミングって大丈夫なバタ焼きは特にえそうやねえそうやね,うやねほんまにそうやねそうそうやね それでいうさシルク・ド・ソレイユさんのやつもさ見に行きたかってんけどなんかそのスケジュールがとって無理やったら嫌やなと思ってやめてたらもう終わっちゃってましたえええちょっとランキング読むわ <laughs> うわそんなたっとったんやでは13位の方から。 13位の方12位の方、裕次郎さん、ありがとうございます。11位の方、野原慎之けさん、ありがとうございます。10位の方、安兵衛さん、ありがとうございます。9位の方、しんちゃん、ありがとうございます。8位の方、洞瀬津さん、ありがとうございます。 7位の方、ファントムさんありがとうございます。6位の方、大吉さんありがとうございます。5位の方、村人 t さんありがとうございます。4位の方、カマカリさんありがとうございます。そして3位の方、玉ひろさん、玉ひろさんありがとうございます。2位の方、吉田さん、吉田さんありがとうございます。1位の方、和馬ゆげさん。あら、練習始めました。って頑張りましょう。うん、ありがとうございました。皆様、吉田さん。 風眉毛さんありがとうございますありがとうよーあさっての公演もお待ちしておりますではではまたおやすみなさーいバイバーイおやすみー <laughs>